前哨戦だったんですけれども、間接的にではありますが彼に負けたことがすごく悔しいです。横浜で自分が彼に絶対勝ちます。ありがとうございました。で、今度の横浜では朝日と当たります。今回今日の道場マッチで初めて当たりました。で、今度はシングルで当たります。朝日も勝って伊吹と戦いたいかもしれないけど、私が勝って伊吹と戦います。そしてどんどん勝ち進みたいと思います。ありがとうございました。
リボーン、IC クロスインフィニティの防衛戦7度目ですね。相手のことを気遣って動いてくれる素晴らしい子なんですよ、尾崎舞香って。そんなすごくいい子が怪我してる人の背中を思いっきりラリアットしますあまりに褒めて調子に乗ってきた感じがすごく嬉しいです。私としては23日思いっきりキラー舞香が見れるんじゃないかと思ってるので楽しみにしてます。23日よろしく。まず14日のラストレスマッチのリサちゃんは正直もう素直にすっごいかっこよくて、間近で見てて、いやこんなかっこいいリサちゃんとタイトル戦をするのかと正直震えました。でも14日は14日、23日は23日でまた別物なんで、怪我してようがなんだろうが私は容赦しません。普段優しい舞香ちゃんかもしれないけど、それはその日だけ封印します。傷口開いてもごめんね。応援よろしくお願いします。今日ジュリアとは初めて当たりました。正直今はまだジュリア細くてひょろっちいんですけど、ウェイトを上げてきたらちょっとどうなるか分かんないなって対戦して思いました。でもヤングアイストーナメントに参戦する4人がいる中で、今日自分が勝ちを取ったことは大きいかなと思います。11月23日まずしっかり1回戦突破したいと思います。応援よろしくお願いします。